ツノナスはブラジル原産のナス科の独特な形の果実をつける植物である。一年生植物との表記が多いが日本などの高緯度の国々でのことであり、原産地の低緯度地域では実際は冬を越す。茎と葉脈に鋭い棘がある。葉は心臓型で、花は星型で紫色。果実は黄色の卵型に角状の突起がある。開花時期は柿。 主に観賞用として栽培されている。他のナス科の植物と同様に毒性がある。南アメリカ原産だが、ダイアンティル諸島、中央、アメリカ、及びカリブ海で帰化した。主に観賞用として栽培されている。稀に洗剤としても利用される。中国では、黄金色は縁起が良いため、黄金色をしている果実の本種が正月飾りとして用いられる。 果実がキツネの顔に似ていることから、フォックスフェイスやキツネナスと呼ばれる。また、カナリアが止まっているように見えることから、カナリアナスとも呼ばれる。英語では、果実の形から、ニップルフルーツやカウ、エスアラー、アップルオブソドムなどと呼ばれる。ツノナスの葉と花果実。ありがとうございます。